11月12日日曜日です。で、今日は結構久しぶりにライブ、声優さんのライブを聞いてきまして、ワールドダイスターというですね、今年アニメになって、で、今アプリのゲームとかも音楽ゲームとかもある、作品があるんですけど、そのライブですね。正式な名前は、ワールドダイスター、劇団シリウス主催、合同音楽公演、イントロスピット、ワナビアスターっていう、内容で、で、これ、なんかその劇団とか、公演とかって言ってるのは何でかっていうと、ワールドダイスターっていうのは、テーマが演劇なんですね。で、演劇がすごく、すごく、流行しているという世界、今ちょっとその流行の度合いが かなり身近に流行しているっていう設定の、日本東京が舞台で、で、その、東京の中にも各地に、劇団がある。で、そこの劇団に、入団している、俳優さん。この作品は基本的には女優さんなんで、演じる声優さんも女性だし、キャラクターも女性なんだけど、その俳優が、優れた演劇をするためにしのぎを削るんだけど、ちょっと、そこでちょっとその要素があって、一つは、各役者に、センスと言われる特殊技能があるのね。その、例えば、その、観客が何を考えているかが、わかるので、それを、だそれが分かると、要はこうしたらいいと察知ができるわけじゃないですか。するだとか。あと、一応メインの劇団にいる主人公の、役者さん、俳優さんは、二人で一人っていうのかな。その、主人公の、一応主人公となる、女の子の、なんていうかな、理想とする役者、みたいな姿の女の子が、もう一人なんかで、要はなんて出現するんですよ。その中、世界にって言うと変だけど、だから、普通に生活して一緒に、練習とかレッスンとかするんだけど、実はそのもう一人の女の子は、その実在の人間ではないんですね。なんだろう、ジョジョのスタンドみたいなことなんだよね。っていう設定があって、それが結構、実は最初のこのアニメが一番初めだったんだけど、この、ワールドダイスターって。で、あんまり詳しい、演劇をテーマにしていて、そのアニメとかアプリとかやりますよってことを言ってたんだけど、特に原作のある漫画とかもない、基本的には全部コミカライズとかだから、後から全部発表されてるんだけど、だ第1話の時に、それがわかるんですよね。だからその、主人公はココナって女の子なんですけど、で、その彼女のその、センスと言われる特殊能力で出現するのが静香っていう女の子なんですけど、ココナと静香は普通に喋るんですよ。だけど、アニメの第一話最後に結局ココナは独り言みたいに誰かと喋ってるっていうのが分かって、これはなんか この物語は一体どういう物語なんだろうっていうのは結構グッと引きつけた、ものなんですよね。で、そういうセンスというものをだから駆使してその演劇を見せていくっていうのが一つと、あとはその役者の中にこういうワールドダイスターって、ダイスターって大きいスターじゃなくてカタカナでダイスターって言うんですけど、いわゆるその役者の中で優れた人をダイスターっていうことで認定をするんですよ。で、その認定された大スターと呼ばれた役者たちが、4年に1回だったかな。いわゆる演劇の国際大会をして、そこで、優秀な成績を収めるとワールド大スターというふうに、称号がもらえる。本当にワールドカップとか、野球の WBS みたいなもんですよね。という設定がある。というのは、そういうちょっと結構大きい、なんていうか、ある種 SF 的な要素もあるんだけど、ただ一方で、その主人公の子たちは普通に、
高校生の子もいれば、高校生、中学生、小学生の子もいるのかな。とか、あと、まあ、中には、その、二十歳ぐらいで自分で劇団を主催して、だから脚本も書くし、演出もするし、出演もするっていう人もいたりとか、で、それぞれの役者さんにもいろんなバックボーンがあったり。で、劇団にも個性があって、だからいわゆる王道の劇団、王道の演劇をやる、劇団もあれば、その世界中から優秀な役者をスカウトするんだけど、その分競争が激しい。だから、その劇団の内部もちょっとその、なんていうか個人主義的になってるところもあったりとか、あとさっき言ったその、まあ、自ら劇団を立ち上げて、で、役者をスカウトして、で、脚本も書いたりするし、演出もするっていう劇団もあるし、あとは秋葉原を拠点にして 2.5 次元を専門にやるっていう劇団があったりとか、その辺の個性はかなり強いんですよね。で、今は、その5個劇団があって、その5個の劇団が全部、まあ、あのアプリには出演してる。で、今回は、まあ、アニメの曲と、あとアプリの曲。アプリ、アニメの曲とは、その、アニメで今回フィーチャーしてたのは、シリウスっていう、まあ、浅草を舞台にして、正統派の演劇をやる劇団が、アニメでは一応メインの劇団だったんで、まあ、シリウスの曲、シリウスのキャラクターを演じる声優さんが前半、を歌って、で、ライブの後半は、そのアプリの中には他に、それぞれ劇団があるので、その劇団の、役者さんを演じる声優さんが、歌ってっていう形ですね。俺さっきなんか劇団5個あるって言ったけど4つだな。銀河座、他、シリーズの他に銀河座、エデン、で、電気っていう、電気っていうのは、電気の電、電気ってあの、エレクトリックの電気に秘めて電気っていう、全部で4つの劇団があります。で、今回、その、この、作品が結構すごいところは、そのね、劇団なんで当然、役者さんが演劇を演じるわけですよ。いわゆる劇中劇がある。そのアプリでもアニメでも、そのアニメの中で、例えば、その、竹取物語とか、ロミオとジュリエットとか、オペラ座の怪人みたいな、実在する演劇を、やったりするんですよ。で、それを演じるのは、その、作中に登場する役者さんなわけで、役者っていうか俳優たちなわけで、要するに声優さんは何をするかっていうと、声優さんはまずそのキャラクター自体を演じるわけですよね。その、劇団員としてのキャラクターを演じるっていうのはまずある。で、彼女たちにはその劇団での活動もあれば、その、例えばそれぞれ学生生活もあるわけなんで、その学校での生活とかもある。そこはそこで描かれる。で、さらに、それに加えて劇中劇があるわけですよ。だから例えばその、さっき言ったキャラクター、例えばココナっていう女の子は、まあ、ココナを、だからココナっていうのを演じるのは、まあ、岩見真永さんっていう声優さんなんですけど、岩見さんはココナの、大鳥ココナっていうその、一人の俳優さんを演じるのもそうなんだけど、そのココナが、例えば、竹取物語で、その、まあ、オーディションのためにこういう、竹取物語でこういう役を演じるとか、あと、その、アラジンと魔法のランプで役を演じるとか、で、オペラ座の怪人でこういう、ファントムを演じるとかね。それ演じた時の役も、ココナが演じてるから、それはもう、岩見さんが演じるんです。だから、全然違うキャラクターを何人も、その、アニメの中ではその回によって演じ分けるというか、まあ、この回はその、例えばオペラ座の怪人にフィーチャーした回みたいなのがあったりはするから、その、前は中で入れ替わるってことじゃないんだけど、要は演じるときに、その、一人の人間を演じるだけじゃなくて、何人もの役を演じることになるわけですね。で、今回のライブに、で歌われる曲ってのは、その、劇中劇で歌った曲だったりとか、っていうことになるので、特にその、シリウス、その、劇団シリウスの役を演じた声優さんたちはかなり大変だと思う。だその、それぞれのキャラクターとして歌う歌もあれば、
その劇中劇の主人公として歌う歌もある。だそうするとそこのその登場人物たちは全然キャラクターが違うわけで、だからこれ同じ人がこれを歌で演じ分けるんだってのはすごいなと思いました。あの特に、長澤まりやさんが、彼女はその、彼女が演じる役者さんとは天才子役って言われる新妻八重という小学生なんだけど、天才子役と言われる女の子を演じるんですけど、八重は かなりいろんな役をやりましたね。アラジンと魔法のランプの魔人、これは男の子みたいなイメージの魔人を演じて、それでも歌ったし、で、あと、オペラ座の怪人の、のキャラクターでも歌ったし、で、その一方で、その八重ちゃんっていう小学生の女の子自身としても歌うわけですよ。だからこの演じ分けがね、相当大変なんじゃないかなと思いました。あの、聞いてる側としては、あんまりそこを、だから逆、聞いてる側が意識させないのがまたすごいんですよ。だそれがなんか演じ分けが、なんかすごいなって、まあ、わかる人にはわかるけど、逆にあんまりそこを意識しなくても、なんか、普通のライブとして楽しめるっていうのも、だそれやっぱりすごいんだなと思いましたね。そう、だから、ライブの構成としてはね、結構シンプルで、その、それぞれの、声優さんが、まあ、いろんな曲を披露していって、で、MC もほとんど、自己紹介の挨拶ぐらいなんですよね。で、それって結構、その、まあ、声優さんの、こういう歌ったり踊ったりする、その作品のライブとしてはかなりシンプルなんだけど、なんでシンプルかっていうと、歌の負担がすごいからなんですよ。特にそのシリウスを演じた役者さんたちは曲数も多いし、で演じるごとに違うキャラクターとして歌うわけだから、これがね、多分そうだと、大変だと思う。そこで例えばいろんな MC とかを入れて、あんまりいろんなこと喋るとか、あと、例えば、今よくこういう作品系の、ライブで、時々あるのは、その、朗読パートを入れるとかね、あるんですけど、多分ね、朗読パートとか入れ始めるともう本当にわかんなくなっちゃうと思う。もし朗読パートとか入れて何かやるんだとしたら、多分、劇中劇の歌は、入らなくて、あくまでキャラクターとして歌う歌だけやって、かつ、その、朗読劇をやりますよっていう構成だったら大丈夫だと思うんだけど、これ多分劇中劇の歌を歌いながら、キャラクターとしても歌いながらっていうのは結構ね、切り替えるのも大変だと思う。そういう意味ではすごく、すごくチャレンジをしている、作品だと思うんですよね。で、ね、これからその、まあ、今回はシリウスにフィーチャーしてるけれども、で、他の劇団の、声優さんは、基本的には各劇団が2人ずつ、で、まあ、劇団全体曲っていうのがあるんですね。その劇団のテーマソングみたいなのがあって、それを歌ってくれて、で、あとはその今回出演された声優さん2人が歌う曲、デュエット曲っていうのがあるんですよ。で、そのデュエット曲を歌ってくれてっていう構成だったんですけど、だこれ、もしかしたら今後は例えば違う劇団にフィーチャーして、歌うとかね。そういう、なんかいろんな可能性を感じるかなっていうふうに思いました。まあ、いずれにしてもね、これが始まりで、まあ、これからちょっといろんな形で続いていってほしい、作品ではあります。まあ、ちょっと劇中劇を実際にやるとかになってくるとね、本当に大変だと思うんで、その辺は実はアニメの、要は場面を流して、で、それに合わせて曲をつないでいくって形式だったんで、まあ、それは良かったなと思いました。多分それでやるのはいいんだろうなと。だから、あとは、もし、可能性があるとすると、その、音楽のライブはライブとしてある。で一方で、その、朗読とかそういうね、お芝居をする、公演みたいなものがあるっていうと、なんか、もっといろいろ広がっていくんじゃないかなってことを感じました。うん。だから、ちょっとそういう意味ではね、結構楽しみな、コンテンツだなってことを改めて思ったっていうところです。なんかちょっと説明をするのも結構大変だ。要は、今日実際に見に行った人だったら、これ共感してもらえると思うんだけど、多分、ちょっとどういう作品かあんまりわかんないっていう人たちに、
と説明するのが結構難しい。そのシンプルに役者さんを、声優さんがその舞台俳優さんを演じるコンテンツだよだけじゃないから、ちょっと難しいんですけど、でも面白いの でアプリは今やってます、稼働してますし、アプリはね、音楽ゲームで、音楽ゲームでその音楽ゲームクリアすると、その報酬として、まあ報酬としてじゃないか、ストーリーがあるんです。ストーリーが、その劇団ごとのね、それを、そうそう、それを、音楽ゲームをクリアしていくと、役者、その、キャラクターたちのレベルが上がっていって、で、レベルが上がっていくと、そのストーリーが読めますよっていう形式なんで、気になる人はね、アプリは基本的には無料ですから、まあ、もちろん、ね、課金とかもあるけど、まあ、課金、最初のうちは、まあ、しないで様子を見て、ちょっと遊んでもらうと面白いんじゃないかなというふうに思います。そんなとこかな。以上です。